8月21日金曜日。今日の天気は晴れのち時々曇り。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一花です。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ。この後8時まで生放送です。えー 今日もですねまた暑くなりそうだということで晴れの時々曇り最高気温が35度の予想となってます、はい、あのー、やっぱこれだけ暑さが続いてくるとですねんなんかこのバテ っていうのが来るんだなといろんなところで見るんですけれども <laughs>、はい、うちの飼ってる犬もですねあの餌の食いが悪くなってやっぱりそそううですかそうなんだよ、うん、最近ね朝出したご飯を昼ぐらいに食べてるっていうことが多くなったりとかね、うん、食欲なくなっちゃってるんですよ、ね、子供もねさすがに食欲がちょっと細ってきてあのご飯を残すようになったりとかですね。はい で僕自身は食欲に関してはそんなに問題がなくですね、すねまあ俺は大丈夫かなと思っていたんですが、はい、いやー、夏バテを実感したのがですね、うん、私はあの目が悪いんですよ。はい、でドキンガンなんで、メガネをかけてるんですけれども、うん、あのお出かけ用のメガネと家用のメガネっていうのを分けてるんですよ。あのー、そう えー、今朝ですね、あのー、まず朝、毎日タクシー乗るんですけど、はい、そしたら、いやさ今日のメガネはオシャレっすって言われて、<laughs> えー、何と思ったら、<laughs> 家用のメガネをそのままかけてきちゃってて、<laughs> で、これがまた恥ずかしいことにですね、オレンジ一色のメガネそうなんですよね、ちょっと。笑いすぎだよ。いや、なんかちょっと笑い芸人さんみたいで、こう、どもーって出てきそうな、<laughs> <ー>そういう感じのメガネ。本当だよね。なんかもう。 これあの言われを話しますとですね私、あのこのこ朝の番組やる前に夕方の番組やったんですがさらにその前にあなたとハッピーの中継コーナーをやったんですよ、はい、でその時にオレンジマンというですねオレンジ一色の格好で中継に出るっていうのをずっとやってたことがあってその時に、えー、あのメガネもお前オレンジにしろよとかあのディレクターに言われてですね<ー>でわざわざ自費でで買いいに行ったメメガガネネななんんすよそ思出の私にとってはですねまあ愛想を半ばするいろんな思い出がありますんで <laughs> このメガネは、まあ、あの家にしまっておこうと。<ー> あのー、久々に家を整理したらコロナ禍でですねそしたら出てきてあ結構まだ新しくて綺麗じゃんって言ってじゃあ,まあ家で使うかなんて言って使った目なんですけど <laughs> それをですね浮いてますよね今日のなんか服装と。 浮きすぎてて。浮きすぎてんだよ。しかもこのオレンジ色っていうのはですね、あの、私タイガースファンなんですけれども、あ,あの3立てくれたジャイアンツのもうこぼれとカラーなわけですよ。本当ですよ。なんかね、これ群も肉だったような気がして、<laughs> もういろんな意味で今日は凹んでんだよな8時まで持つでしょうか。 さあ、長官各社入ってまいりました。えー、今、新行アナウンサーも読んでくれましたけどもね、えー、カジノを含む統合型リゾート IR 事業をめぐる汚職に絡む、贈賄側への承認の買収の容疑というところで、えー、秋元司議員再逮捕ということになりました。三度目の逮捕ということになりますね。えー、朝日読売毎日産 k と、えー、今日は4市1面トップであります。まあこれ、その承認買収の豚 疑いというふうになっております。で、あの議員本人のまあこれ任ピは明らかにしていないということですけれども、今までのこう各社のね取材で、えー、この事件そのものに俺は関わってないというふうにまあ、そこからこう非難をしているというのが今現状であります。で、これあの逮捕容疑どういったことか。 というとですね再逮捕容疑なんですがこ愛があるうう事業で便宜を図る見返りに賄賂を受け取ったとする、まあ、収賄容疑でまず秋元議員逮捕されております。で、あのー、その事件について贈賄、まあの方で贈賄側で逮捕された2人の容疑者に対し、えー、偽証を依頼したとで。それも自分からじゃなく で、えー、まああのー、秋元議員からあ今日買収を依頼された淡路容疑者という人が、えー、偽証を依頼しそしてお金の提供を持ちかけたとだからこれ実はあのー、まだ現金動いてないしで、えー、買収を自分がじゃなくって人に依頼したというのがまあ、あのー、特捜側の、まあ、見立てというかあの筋立てになっております。で 今回ですね、えー、逮捕容疑が、組織犯罪処罰法違反、承認等買収の容疑だということなんですが、これはあの2017年に組織犯罪処罰法が改正された時に新たに盛り込まれた、えー、お罪状ということで、えー、今回立件されたのはあの初めてというものなんだそうです。で、これ、お金が動いてなくてもこうやって逮捕されるんだとかね、そういうことも考えると、いや、あの検察がどこまで、えー、自信を持っているのかとか、その辺がわからないんですけれども、 まあ、音声でもあるのかなとかね。こういろんなことを考えるんですが、まあ、どこまで筋が良いのかっていうのはまあ分かりません。分かりません。けれどもなんかね？それだけ聞くとこれ,これで拿捕されんのっていうような、えー、ところもあります。けれども、まあこれご本人はねえー、試そのものからあ否認をしているということも申し添えておきたいと思います、えー、それから東京新聞は藤井聡太。 えー、2冠となりました。あのー、藤井聡太棋聖、えー、でしたが、あのー、王位戦で勝ったということで、えー、王位無敗ダッシュ最年少八段昇段という,うこと。まあこれね、えー、今日はスポーツ新聞も、サスポ、それから二。 さらに、えー、スポニッチ、そしてデイリーまでと、ええー、デイリーは、あのこの巨人との3連戦を忘れたいがごとく、一番大きく、えー、藤井聡太さんの顔を映し出しております、えー。そして日本経済新聞はデータの流通について中国は除外狙うという、あのー、 エーペックのルール見直しも提案すると、まあ、エーペック、アジア太平洋経済協力会議。え、えー、もうすでに、あの、アメリカ、EU、さらに日本というところで、えデータのねえ、ブロック化というものを、まあ、各々やろうとしているところもありますけれども、えー、その中にアメリカはエーペックを巻き込んでえ、アジア太平洋地域でということをやろうとしているというニュースです。えー、一面ご紹介しました。 あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。えー、ニュースについてのご意見をお待ちしております。えー、今朝のコメンテーターは、慶応義塾大学教授で国際政治学者の中山俊弘さんです。えー、取り上げるニュースですが、まずは、ロシアの野党勢力の指導者が機内で意識不明になったと、えー、毒を盛られた可能性なんてのも報じられております。えー、それから、民主党、アメリカ民主党の党大会、えー、バイデン氏指名受託演説へというニュース。えー、そして北朝鮮情勢、キム・ジョーン氏が 妹にに一部権限異常化というニュース、えー、さらにベラルーシーとーヨーロッパ連合と、えー、ベラルーシーの大統領選その後というところ、えー、日本人も拘束されているようであります、えー、さらに、えー、トランプ大統領の元側近のスティーブン・バノン容疑者が詐欺罪で逮捕されたというニュースも取り上げてまいります 今朝も京都に本社のあるウェアラブル IoT 企業の三つ藤の100回あらゆる夏マスク、ハモン AG マスクを5人の方にプレゼントします。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組ホームページのプレゼントの応募フォームから住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。 ここが気になるのコーナーです、えー。今日はですね、日本経済新聞の3面の総合面に出ている、えー、記事です。コロナ後意識、世界で M&A、M&A っていうのは買収とかね、えー、合併とかのことですが、えー、デジタル関連やエネルギーで1000億円を超えるという案件が続々出てきているぞっていうですね、まあこれ大型案件についての話なんですけれども、まああのー、コロナが今ね、えー、もう、 世界各国で広がっていて、で、それによって経済活動が止まってしまっているということは、まあもう、えー、ご案内の通りであります。で、その数字というのが、えー、各国の四六月期の GDP という形で見事に出ていて、もうあのー、年率換算をすると、日本は27%ぐらいでしたが、ところによっては50%を超えるマイナスみたいなことになってて、もう大変なことになってるんですが、まあ、それだけですね、経済がこう落ち込んでくるということになると、まあ企業価値、まあ株価はまだ維持しているところも結構ありますけれども、 おちょっと。 値段が下がってきている。プラス、えー、各国は、あのー、金融緩和をどんどんやってですね、市場にジャブジャブとお金を流し込んで、その、ね、金利を下げて、で、このお金を元手にしていろいろ投資したりね、お金使ってくださいね、と、それで経済を回していきましょうね、っていうことをやってますんで、えー、資金の調達はものすごく楽、ということがあるんでですね、えー、すでにコロナ後を意識しているファンドだとか、えー、そういうところはですね、もういろいろと、もう、唾をつけるということを、いろんなところでやってます。これ日本も例外じゃなくって、例えば、あの、 この間、あのセブンアイ・ホールディングスがアメリカの、まあ、だからガソリンスタンドの大手を買収すると、なんかあのおい,くついくらでしたっけ、もうあの2兆円を超える額というような、ね、ことが出てきましたけれども、まああいうのもです、ね、結局あの、金融緩和で資金も調達しやすいし、でえー、国内で投資しようといってもなかなかこう難しいところがあって、ああいうところに行くっていうのもね、ね、まあ、もちろんこの先の事業も考えてというところもあるんでしょうけど、であんなこうきらびやかなこう大投資だけじゃなくて、 実は、えー、いろんなところでですねこのファンドを作ってお金を集めてで、えー、どっかに投資してやろうと虎視眈々と狙っているっていうのはいろんなところで出てきているんだよっていうのをですね、えー、ここのところの複数の金融の関係の人たちとかもともと えー、金融機関とか勤めてたりとかですね。まあ、今ちょっとあの、学術の方に回った人とか、あのー、教会に詳しい人たちからいろいろ聞くんですよ。で、日本でも今あのー、そのファンドというものがですね、いろいろこう蘇生されたりとか、で、えー、その人を集めたりなんかしてですね、目利きを集めてっていうことをやっていて、で、何を狙ってるのかっていうとですね、日本の、えー、中小企業も含めた、 え、とてつもない技術を持っているメーカーを腰淡々と狙っていると。これね、ちょっと穏やかじゃない話になってくるわけですよ。え、えー、例えばですね、それこそ下町ロケットなんていうこうね、え、ドラマや映画もありましたけれども、こうあの、 こう、精緻精密な技術でもってですね、宇宙に向かって物を飛ばすなんていう時にも、それを支える技術の一つ一つというのは、えー、例えば町工場に代表されるようなですね、えーえー、中小企業にその集まっていると。で、その技術をおー、濃度から手が出るほど欲しいという国はですね、日本の周りを見渡すだけでも、あ、あのお国もそうだしね、えー、広大な13億の人口を抱えながらも技術面ではまだまだというね、 えー、例えばあの国だったりとかねいろんな国がこう腰淡々と狙ってるところがあるとでここへ来てコロナですよ経済が相当落ち込んでしまっていると今は雇用調整助成金というものが出ていてなんとか雇用もこう維持されていたりとかするわけですけれどもねあの中小企業のする技術というのは実は、えー、機械が持っているというよりはその人の部分の人材が持っているというところが大きいわけですよでその人たちがひょっとするとこの先この経済 経済が回っていいかないと今は雇用調整助成金でなんとか休業で住んでいる人たちがひょっとしたら介護されるかもしれないそうするとそこを狙いに行くあるいは企業ごと買いに行くっていうのがいよいよ本格化するかもしれない考えてみるとですよあの90年代の終わりから2000年代の初め頃にハゲタカファンドっていうのがすごく有名になったじゃないですかあの時に狙っていたのは日本の金融機関だったわけですよあの当時、えー 98年の、まあ、あの、アジア通貨危機器もあり、えー、そして消費増税があって、えー、日本はデフレのど,どん底に叩き落とされたあの時に、これはお買い得だと言って、えー 金融機関を狙ってですね、いろんな銀行だとかを海外のファンドが買って買い漁っていったというね、安く買って高く売り叩いていったみたいな話があったじゃないですか。それこそね、えー、今流行りのドラマのハンザ直樹のどちらかというと第一部の方の話がまさにあれでしたよね。 あの時は金融機関が狙われたんですが、今回のこの不況というのは、えー、あの当時みたいにですね、金融の部分が痛んだというよりは、その後のリーマ職も含めて、金融の部分が痛んだというよりは、今回は実体経済の方が痛んでいるということを考えるとですね、ここが主戦場になってくると、日本にとってはより厳しいことになるぞと。これ、あのー、そことだから符号を合わせるようにして、えーこ が安全保障局というところに経済の部局ができているということもあながちこれ関係がないことではないように私には移ります経済と安全保障というのがより密接につながってきているというのは米中の争いの中でティックトックの買収だなんだというところにまで発展することで日本も全く人事ではないということ、えー、これあの景気のいい話ばかりではないぞということは、えー、申し添えておきたいと思います まあ、ニュースについてもたくさんいただいてるんですが、ニュース以外のですね、メガネについてもいろいろいただいてますね。えー、茅ヶ崎市51歳、チーママさん。私は老眼ですが、家ではオレンジのメガネかけてます。<ら>えー、老眼鏡です、えー。いろいろ気分転換ですと。ね、おそろいですね。ねえ、そうですか、奇遇ですね。<laughs> あのー、ツイッターなんかでいただいたのは、あのほら、結構今、安く作れるじゃない、メガネって。そうですねで。セールなんかで3つ作るといくらみたいなのがあると一つ冒険をするんだけど、そういう冒険したメガネっていうのは大体 はい、あのタンスの隅に眠ってるよね。ちょっとですね。もうお家でしか使えないってなっちゃいますよね、えー。まさにそういうメガネをかけてきちゃったわけですよ。今日は。<laughs> <laughs> 写真は後でアップするそうです。 さあ、次第台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝は慶応義塾大学教授で国際政治学者、中山敏弘さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。昨日の夜は BS9 時のプライムニュースだったわけですよね。そうそう、あれ2時間番組でね、結構たっぷり話しちゃうんですよね。ですよね。で、今日はこの朝6時からすいません。連続で。結構これ大統領選近づくといろいろスケジュール立て込んできますかまあ、やっぱ4年に1回は極端にね、当然忙しくなる年なんですけど、 私はこれまでやっぱりコロナがあったんで、うん、あ,あんまり声かかんなかったんですけど、えー、まあもうやっぱりそろそろ大統領選挙近づいてきたんでやっぱ日本にとってもね大きな意味持ちますからうんうん、うん、ええー、今日もですねそのあたりさまざま解説をいただこうと思います今日もよろ,、えー、よろしくお願いしますここでホットキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです 8月22日土曜日から「コージーアップ週末増刊号」と題した1週間のコージーアップをぎゅっと濃縮したポッドキャスト YouTube 限定の企画が始まりますニュースのプレイバック登場いただいたコメンテーターのお伝えしきれなかった内容など盛りだくさんです こちらの増刊号でメッセージを紹介させていただいた方にも漏れなくコージーアップオリジナルマスキングテープをプレゼントいたしますぜひ番組宛にメッセージをお寄せくださいコージーアップのホームページにあるプレゼントフォームでも受け付けています海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたツイッターで参加しているあなたもぜひチェックしてください コージーアップ週末増刊号は8月22日土曜日からポッドキャスト YouTube 限定配信が始まりますお楽しみに7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げますでは最初のニュースこちらですロシアの野党勢力の指導者が機内で意識不明毒を盛られた可能性も ロシアの反プーチン派の野党指導者、アレクセイ・ナワリヌイ氏が20日、飛行機内で体調不良を訴え緊急搬送されました。中毒症状を示し、意識不明の重体ということです。この日口にしたのは空港の喫茶店で買った紅茶だけで、中に毒が入れられた可能性もあると報じられております。 昨日の夕方ぐらいにこの一報が入ってきてなんじゃこりゃというニュースでしたけれどもどうですかロシアってこういうこと起こるんですかね,まああのね断定的なことは言えないですけど<ー>明らかにも怪しいですよねでこれまでもそのプーチン大統領のまあ性的というか、はい、あの批判的な人たちが繰り返し同じようなことが起きて、まあ、ジャーナリストもそうですけどもで今回の件全くわからないですが、はい、まあパッとニュースを見た時の印象だと、まあ、怪しいと。 い、うん、いう感じじななんゃでまあね、今までのことがあるだけにというふうに思いますが、うん、まあ一方で、まあ、あの大統領側は、まあ基本的に、えー、俺たちは関わってないよというふうには言っている。うんうんまあ、当然そういう発言になるんでしょうけどね、うん、まあ一方で、そのロシアのこの特殊機関のこういうこの仕事だとすると、うんはい あのちょっとこのずさんだというか爪が甘いというか、まあ、今、体調が安定しているなんていうニュースも入ってきてるみたいですからもっとそのなんですか、ね、決定的なものを使うんじゃないかみたいなことも言われてるみたいですね、まあ、ただ、これまでの経緯考えますとやっぱり怪しいというのが多くの人が持つ印象ななんじゃないですかね、まあ、この方、投獄されてた時たなんに顔がものすごくむくんでみたいなことが出てその時きもこう毒が盛られたんじゃないかみたいなことが言われてましたけど。うん まあ、今回もそういう意味では警告みたいなところなんですかね。まあそうですよね。やっぱり、この、まあ、ロシアだけじゃないですけども、こうやって、この権威主義的な体制っていうのが。はい。 どん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 今世界でこのまなんつうかね勢力を広げてるんで、うん、まあそういうことの一つの兆候なのかなっていう感じがしますね。ああ、まあでちょっと前までだったらこの権威主義っていうものは、うん、まあかつての統治の体制であって、うんうん、だんだん変わっていくなんてことが言われてましたけど、うんうん、この流れっていうのはどうなってますか。そうですね。やっぱ民主化っていうのは基本的にまあゆっくりですけども、えー、基本的に拡大していくっていうのがなんとなくみんなが共有してる前提だったと思うんですけど、うん、まあ中国し しっかりそれからまあロシアもそうですけどもやはりそういうのをむしろ押し返す勢力が今伸びていてでまあそのアメリカなど、はい、あの本来だったらそのまあ旗を振って民主化を進めてきた国がですね若干そういうことに関して後ろ向きになってるんで、うん、まあ全体としてやっぱり民主主義が後退してるのかなっていう印象はやっぱりもたざるを得ないですよね。あまあソ連が崩壊しロシア連邦となってそして選挙によって大統領が選ばれるんだという、うんうん、当初はやっぱりそういうこう目が 芽生えててくるのかなっいうねそれこそフランシス・福山という人が本を書いたりとか、これでもう民主主義が勝利するんだみたいなのは言われましたけど、ちょっと風向き変わってきてるそうですね、やっぱり冷戦が終わった頃っていうのは、もうこれでリベラルデモクラシーが、あとはもう世界に広がっていく、そういうこのプロセスが世界史になっていくんだっていうのは認識でしたけど、今、そういう楽観論を言う人は、ちょっといないんじゃないですかね。福山の議論論も実はは細かくく詰めていいとそこまででで楽観なんすけど でも一般的にはもう民主主義の勝利として受け止められた本ですから、はい、ああいうその世界観というのはちょっと今あのー 交代してるっていう感じじななんじゃないですかねうん、まあ、今日はこの後、まあと、大統領選の、アメリカの、ね、大統領選の話であるとか、まあ、あの米中関係などもこう出てきますけれども、まあ、その辺もすべてこう通争低音みたいになっているまあリンクしてますね、やっぱり今回の,その大統領選挙っていうのは、うん、まあアメリカのことだけじゃなくて、はい、やっぱり国際的にも、それから民主主義の向かう方向性ということに関しても、うん、やっぱり大きな意味を持ってくる選挙になるんじゃないですかね。う あのー、今回は、ねえー、大統領選、コロナの影響がどこまであるのかみたいなことも言われてますけれども、うん、まあその辺も含めてこう、うこの先、占うって感じになりますか。はいあ そうです、ねまああのー、今回はその当然アメリカも初めてだったんで,<ー>で今、そのアメリカでやってる民主党党大会っていうのは共和党も来週やりますけども、はい、なんか政治の,このお祭りみたいな感じでうまあもう結果は出てるんですけどもみんなで集まって問題意識共有して候補応援していこうっていう、はい、そういういシ,ショーなわけですけどそれができなくて完全オンラインになったんで。 盛り上がりはかけつつもみんな必死にどうにか新しい形の党大会を模索してるっていうでこれはアメリカ始めましたけどもこう政治集会っていうのは各地でできなくなると思うんですよね、これから世界でですからこのオンラインを政治にどうやって活用するのかっていうのは、まあ、今後、各国でいろんなその取り組みがなされると思うんですけど、まあ、その一つのある種の,このモデルっていうんですかねになり得るのかなっていう感じもしますよね。うん えー、まずはあロシアの野党勢力指導者が機内で意識不明とこういうニュースを取り上げましたおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです民主党のバイデン氏指名受託演説へアメリカ民主党のバイデン前副大統領は党大会最終日の20日夜日本時間の今日午前11月の大統領選に向けた候補指名の受託演説に臨みます 人種差別や経済格差など深刻化するアメリカ社会の分断解消を目指し、政権奪還へ決意を表明すすると見られております、えー、4日間にわたるこの民主党の党大会最終日、受託演説ということで、まあえー、このあと日本時間のお昼10時ごろゃんじゃないかというふうに言われているようですが、これ、あのやっぱりリモートでやってるということで、はいはい、どうですか中山さんもこうずっと パソコンでご覧になったりするわけですか。あのそうですねパソコンだったりっあの普通にそのテレビでだったり見てますけど、あ<ー>まああのそれは実際に人が集まってっていうのと比べると、はい、盛り上がりは欠けて、まあ実際にこのオンラインで参加してる人の数もあの、えー、まあ少ないっていう、まあただいろんなその見方があるんで。 なるほど。合算すると、はい、例年とそんなに変わらないっていうのはな見方もあるみたいですけど、あの、やっぱりちょっとキーな感じはしますよね。あの、演説をやってみんながわーっと騒いで一つの場として完結しますけど、はい、今回はまあ2、3分の若干短めの演説をみんないろんな人たちが出てきてして、<ー>それで特に歓声もなく、あのまあ一応モニターがたくさんあって、そこにまあ視聴者みたいなのがいて、その人たちがまあ拍手したりして、<ー>まあその人たちにこのスピーカーが手を振ったりはしてるんですけど、 うんまあでも、なかなかやっぱり集まって、みんなでこの大統領候補指名に向けて、一丸となって動いていくみたいな、その雰囲気やっぱりちょっと欠けてるっていうのは、否定できないと思いますよねあ、まあ、その辺がねが、まあまあ、ある意味、模索を続けてるっていう感じになるわけですよね、これでまあ、全体として、どうにうかうまくやってるんじゃないの、初めての割には。 っていう評価が多いような気もしますね。なるほど。うん、でこれ一日目はまあバニーサンダーさんとかがやり、でまあ二日目三日目といろんなそれこそね、えーえー、あの大統領経験者が演説したりとかもしてますかそうですね。クリントンだオバマだ、か、はい、ミシェルオバマだ、あ<ー>いろんな人が出てきますよね。うん、それからまああの。 単にこの有名人というか民主党を支持する有名人みたいな人も出てきたり歌手が出てきたりですよねこの,、まあ、あの著名な人たちの演説っていうのは見ててどうですか、うんあのまあ、この政策的な中身に踏み込むというよりかは、えーえー、やっぱりこのバイデン指名に向けて これ盛り上げて行こうっていう、うそういう色彩が強いんじゃないですかね。やっぱりそれから、まあ民主党を支持している人たちが。はい、まあ、その親近感を感じるような、うそういう人たちも多いですし。それから、まあ、あの面白いのは。あの共和党の人も若干ですけど、出てきてるっていう。はい。 で毎年、こういうことあるんですね、例えば共和党の,この党大会で民主党の人が出てきたりだとか、ね、逆もあるんです、ね、逆もあるんですけど、やっぱりその数としては少ないんですが、ええ、今年やっぱりあの共和党がトランプっていう、非常にこのなんゃ論争的な人をあのん選んでるんで、はい、共和党から願ってる人が、まあ、若干というか、かなり多めかなっていう感じもしますねなんか、州知事の経験者の人たちたそうです、ね、大統領選に2016年に出たケイシック。はい オオハイオ州の前知事が、うん、で彼はかなり知名度は高いんですけども、うんまあ、トランプには批判的で民主党にこのくら替えしたわけではないんですが、うん、共和党員として民主党大会でトランプ大統領を批判するういうことがあったりもしてますねアメリカはそういうのありなんですね。 やっぱアメリカってその,の政党っていうのは日本と違ってかなりルースなんで基本的には個人ベースで参加してで別に党員とは言っても別にこの。 なんか党員証とかもらって、ええ、で党のために日々活動するっていうことでもないんで、あそうなんですね州ベースだったり、そのコミュニティベースの,この党に参加して、全国党組織に飲み込まれるっていう感じはないんで、んかなりやっぱりそのあの、そういうなんですかね、個人の,その判断に委ねられるっていうか、でまあ、その先ほど申し上げたこのケイシック知事は、はい、まあ民主党と党大会に出たからといって、ええ、いわゆる除名されるってことはないですよね。 除名できる主体がいないっていうか。 そうなんですねルースなんですよ、党組全国共和党みたいのがあっても、そこまで除名するだなんだっていう権限もないし一応、その中央組織ってのはあるんですけども、それは選挙の管理とか、日々の党運営のマネジメントとかで、事務的なんですね。どっちかっいうと、事務的なんですね、全国党委員長っていうと、なんかすごく偉いみたいに聞こえますけど、日本でいうの幹事長とかね、そういうようなイメージがありますけど、ちょっと違いますね。 はい、なるほど、だって日本でじゃあ、例えばこう安倍さんと対立してるからといって、石破さんが立憲民主党の大会に行って、うん、<laughs> ちょっと考えられないですね、ね安倍晋三がんとやったら、多分除名そ,う、ねえー、それはそうですよね、はいえー、そこはちょっとあの日本とは違うというふうに考えたほうがいいですね、うん、それからあの昨日は、えーと、副大統領候補になった鎌原原さんが演説されていました、その辺ご覧になって、いかがですか。 あのいろんな人の名前が挙がってたんですよね、はい、で副大統領候補をその選ぶ際に、黒人票を抑えに行くのか、それとも今、民主党の中で左派がかなり盛り上がってますけども、はい、その左派を抑えに行くのか、それかもしくは2016年に本来、この民主党が取れたけども、落としてしまった州を抑えに行くのか、まあ、中西部ですけども、うんはい、その3つぐらいの,あの選び方の基準があったと思うんですけども。 一応カマラ・ハリスさんはあのアフリカ系ということで、まあ、インド系の血もあの、はい、混ざってるんですけど、ええ、まあ,あれは自己申告性みたいなところがあってっ自分はこのアフリカアメリカンだっていうふうにあのう規定してるんで、はい、アフリカ系アメリカ人ファクター要素を重視しつつも、ええ、でもやっぱり演説聞いてみるとなんか総合 得点が高かかっったのかなっていう感じはしますねあの左にぶれてるわけでもなく、はい、民主党の真ん中ぐらいっていうんですかね女性で黒人でまあそのアジア系の血も入り、はい、で上院議員としても経験がありということで総合得点が高くて彼女が選ばれたっていう、まあ、そんなようなイメージを あのー、演説でも示すことができたんじゃないかなっていう気はしますね。ああ、な、今回の演説は、なんか、あの、お母さんがインドからこう来てっていうね、そ,うそ,うねその、こう。えー、出生のルーツみたいな話を結構中心にやってましたよね。えー、えーえー。あの、カマラっていうのはね、インド系の名前ですし。えーえー、はい。 第一義的には黒人だとは思うんですけどもアジア系としてはまあ初めてなんでこ,うここまで来るのはでアジア系もまあ重要な票にな民主党にとって非常に重要な票なんでそこを抑えに行った。あとやっぱり あの大統領選挙に彼女自身が出てましたからあのよく知られている人物だとは思うんですけどもでもやっぱりそれでもまあその政治に普段から関心を持ってない人っていうのはやっぱりそのハリスのこと政治家としてのハリスっていうことをよく知らないんで自己紹介的な意味がやっぱり昨日の演説はあったんじゃないですかねあんまりこの政策の,その細かいところに入り込むような演説ではなかったですね。でもすごくくうまく 自己紹介できたんじゃないでしょうか。でいよいよバイデンさんの演説ということになりますけど、はい、これどういうものになりそうですかはい、はい。まあやっぱアメリカを一つにまとめるっていうでトランプをまあ乗り越えて新しい時代を作っていかないと、まあアメリカの民主主義そのものが脅かされるっていうそういうまあメッセージにはなると思いますね。ただあのまたちょっとこのハリスに戻ってしまいますけど、はい、やっぱりあのバイデンというのはバイデンはあくまでその次に つなぐ役割だっていう位置づけなんで、うん、ん昨日そのハリスさんの演説を見てたときに、はいあ、バイデンさんの次にこの人が来るんだろうな で意外に早くそういうことが起きるかもしれないっていうのも当然、可能性としてあるわけですからで2024年、もう1回バイデン,がのイデン氏がこの再出馬するっていうことはちょっと考えにくいと思うんですよ、年齢考えると。る大統領選に今回受かったとしても受かったとしても、普通はやっぱり2期目目指すんですけどね、ですけどもやっぱりバイデンの場合には難しいかもしれないと多くの人が思ってるんで、はい、そういう意味でやっぱりこのハリスさんの演説っていうのは。 ちょっとと普通の演説とは違う<ー>あの場合によっては2024年の,、はい、の民主党の筆頭候補になるかもしれない人物の演説を聞いてるんだろうなっていう,うそういう意味で言うとこのバイデン氏というのは、はい、まあこの今の状況を乗り越えていか,いかなければいけないっていうこの大きなメッセージを掲げつつも。 あの長期的にやっぱアメリカの,このリーダーとしての役割をその期待するっていうのはそういう雰囲気はちょっとおそらく気分は今の,その民主党支持者の間にさえもないんじゃないかなっていう気はしますね、うんうん、そうするとでもその辺をトランプさんはこうついてくるっていうかいやバイデン候補って言ってるけどトランプ大統領自身もあの年齢、決しても若くはないんですもんねやっぱりその年齢の効果って 人によって現れ方がじゃないでか。で、予備選挙の時にバーニー・サンダーズっていう左派の候補がいて彼はバイデン氏よりも年上ですしそれから心臓発作でキャンペーン中に入院したりもしたんですけど彼の年齢っていうのは問題になることあんまりなかったんですよ。それエネルギーがあって言ってみれば頭もキレキレで演説も非常にエネルギーがあったもんですから。バイデン氏の場合には時として そうに見えいうで私もその医学的なその知見は全くないですけども時として非常にこのなんか無表情にこのステージ上に立ってるみたいなことが時々あるんで。はい この人、本当に大統領という職を担えるのかなって不安が、おそらく民主党員の間でもなくはないと思うんですよね。なるほど。だその辺を、まあ、キャンペーン、まだあの11月3日まで続くですけど、続きますけど、はい、その間、どうやってそういうイメージを押し返していくのかっていうのが、バイデン氏からしてみると、まあ、大きな課題になってるんじゃないですかね。ただ、他方で周りもそのことって、なかなか言いにくいと思うんですよ。うんその辺がどういうふうにコミュニケートされてるのかっていうのは、興味深いところですよね。はい 続いて教えてニュースキーワードですベラルーシ対ヨーロッパ連合大統領選の不正疑惑に対する市民の抗議デモが続く旧ソ連のベラルーシ情勢をめぐって EU ヨーロッパ連合は19日首脳会議を開き選挙結果を認めないと表明しました暴力でデモ鎮圧を図ったベラルーシのルカシェンコ政権を批判し反政権派との対話を促したということです えー、ルカシェンコさんはプーチンさんと接近をしているということもなんか日本人が拘束されてるるていう話も出てきましたねしかも日本人がそれなりにこの抗議活動において役割を果たしたみたいなこともちょっと伝えられてきているんで私もこう調べてないんですけどどういうバックグラウンドの人なんだろうというのがあ、ね、あるところではありますよね外交ルートというか、ね、そういうところで何かするような もちろん当然政府関係ではないということだろうと思うんですけどどういう形でそこにいてどういう形で運動に携わったのかっていうのはさあこれあのベラルーシはまあなんか最後に残った独裁国家みたいな言われ方もしてましたけれども心の国柄というかね、うん、なかなかこうイメージつかない人も多いと思うんですが。うんうんうん いやあのまあ、最後の独裁は、まあ、ヨーロッパのというがつきますけど、ね、まあですけども、まあ、独裁体制を築いて、まあ、今回もまあ選挙結果をねじ曲げてということで予想外だったのが相当、大規模な抗議 <coughs> 運動というんですか抵、ね、抗運動があって追い込まれてるるという状況があってで、まあ、そのヨーロッパとしても、えーまあ、EU としてもやっぱ自分の裏庭でこ,のこういう独裁体制が。 あ,のあることについて、やっぱり一言言わなきゃいけないということで、で特にやっぱり今回、暴力に発展していったんで、と、うんはい、いうことで、ヨーロッパ、EU はあの声明をこの発表し、し立場を明確にしましたけれども、うん、ただ、他方でその再選挙をんぬということには踏み込んでないわけですよね。はい、やっぱりそこはまあロシアとの関係があって はいでまあ、ロシアはやっぱその自分の勢力圏内というふうに見てるところがありますからそこにこの手を突っ込みすぎてもいけないということですう、まあ、ベラルーシアは NATO には入っていないんで,、はいえー、でこ NATO がこの圧力をかけるっていうとそのウクライナの再現みたいな話になってもいけないですし、まあ、若干そのロシアに配慮しつつも、はい、EU としての,この立場を明確にしたっていうのが。 あの今の現状なななんじゃないですかねるほどそう,こう考えると、十各国であった、まあ、一連のこう市民運動みたいなもの、うんまあ、カラー革命なんて言われ方もしましたがその文脈でじゃあルカシェンコ政権倒しちゃいいってもんでもないってうことんですか、ねうん、そうすると結局ロシアの介入っていうのを呼び込むかもしれないんでんそこがやっぱりこの EU としても気になってたこと、はい、<laughs> で、まあ、先ほどこの番組の冒頭でやっぱ民主化の話出ましたけども。ええええ これまでやはり、まあ、そのよかれあしかるっていうところはありつつも、はい、アメリカがやっぱり民主化のこのはとは。 うん、あのそういうこの各地の運動をバックアップしてきたところがあると思うんですけども、はい、まあ今回もそのルカシェンコはこの外国からの介入みたいなことを言ってますが、えー、今、トランプ政権がそういうことに対する関心というのを非常にこう失っている状況なわけですよね。はい、で世界における民主主義の,まあその状態っていうのをこの評価する報告書を毎年出しているあの組織があるんですけど、えー、その組織が去年出した報告書の表紙がですね、はい あのまあ各国の,その独裁者がこのなんていうんか焚き火を囲んでいてで銃を言ば燃やしてるんですよねプーチンがいたり習近平がいたりエルドーンがいたりそこにこのトランプは一緒になってこの薪をくべてはいないんですけどもちょっと裏側っていうんですか反対側でマシュマロを焼いてるっていう。<laughs> この組織はど,あのどっちかというとこの保守系の組織なんですけどもーあのレーガンなんかとも非常に近かったんですがそういう形でやっぱりこの民主主義が後退している中、まあ、アメリカが民主主義の,このリーダーの役割を、はいまあ、事実上放棄しているみたいな状況の中で あのまあ、こういう事件が起きてるんでルカシェンコとしても、はい、やっぱりこういうこのアメリカからの圧力は感じてない、うんでまあ、ロシアがバックアップしてくれてる、はい、他方で国,国内ではその10万人規模のデモが発生してるっていうことでなんかその非常にいろんなその力学がこの錯綜してる感じはありますよね。うん、まあどういうふうにこの落ち着いていくのかわからないですけども、えー、まあルカシェンコ自身もやっぱり今回のいうの規模の大きさで、まあ、その辞任をまあ かなり先ですけども、はい、示唆しているような。うただ時間稼ぎのようにも見えますし、ちょっとこの不透明感が強いっていうそんなような感じなんじゃないですかね。なるほど。うん、そのまああの自由を守ろうとはちょっと後ろ向きなこうトランプ政権があると、うん、じゃあそれがじゃあバイデンさんに仮に変わったとするとどうなるのか。だからそんな楽観的な話じゃなくて、やっぱり民主党って っていうのは本来やっぱ国内を立て直そうっていうこと、それからまあ2000年代からずっとアメリカ、まあ、911の後からっていうんですかね、はい、ずっとこの介入を繰り返してるんで、んそれはもういいや。 っていうのは<ー>多分トランプ共和党も民主党にも共通してるんだと思うんですよ。なるほどですから、われわれ今後、引くアメリカっていうのをちょっと頭に思い描いていかないと、アジアについては中国がいるんで、とどまりますけども、うんうん、全体としてはやっぱり引くアメリカっていうのをなんか頭に入れておかなきゃいけないのかなっていう感じはしますねえ今日のキーワード、ベラルーシ対ヨーロッパ連合でした。 続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。トランプ大統領の元側近が詐欺で逮捕アメリカ司法省は20日、オンラインを通じた募金で多額の金を騙し取ったとして、トランプ大統領の首席戦略官を務めたスティーブン・バノン容疑者ら4人を逮捕したと発表しました。 バノ容疑者らは2018年頃から対メキシコ国境への壁建設を謳い文句にインターネットを通じたクラウドファウンディングで資金を募集し、数十万人から合わせて2500万ドル、日本円にしておよそ26億円以上を集め、私的に流用していたと見られております。 えー、来週は共和党全国大会が予定されているこのタイミングっていうのがいろんな憶測も読んでますがどうなんですか、うんまあ、トランプ大統領の,この元側近とか、まあ、元トランプ政権に入っていた人とかで、はい、こう捕まった人って初めてじゃないんで<ー>その限りにおいては驚きではないとは言えるんですが、はい、一方でこのバノンという人は、えー、トランプ大統領以上になんかトランプ主義を。 これ代表した人っていうか、まあ、トランプ大統領ってそんなに明確にこの政策理念とかがあるわけじゃないですけども、なんとなく雰囲気はいろいろあって、でその雰囲気を言語化して、このトランプ主義になんか高めていったのが、このバノンっていう人なわけですよね。でもういやあの、政権離れてずいぶん経ちますけどもで、そういう意味においては、直接トランプその政権の政策運営に携わってるわけではないんで、あのただ、先ほど申し上げたような意味で、トランプ主義を代表してる、象徴しているような人物であるんで、 はい、その意味ではちょっとびっくりしたっていう。それからこの人はある意味。 かなり踏み込んだトランプ主義者ですけど、ええええ、お金とかそういう感じの人じゃないと思ってたんで<ー>ちょっとこういう意味での不正っていうのは意外な感じはしましたね、はい、ある意味、私は純粋なトランプ主義者だと思ってたんですよ。ええええ、なのにこういう形でこのを捕まって、はいうん、そこはちょっと意外なな感じししましたねなるほどもっと純粋にこう政治活動に没入しているような賛同はできないですけども、ええ、政治理念で動いてる人だと思ったんで、ええ、ちょっとそこは意外でした。確かになんかに それまでお金に関する話ってファンドとかで働いていたりとか経歴を見るとありますけどそんなな感じはかかったですグローバルな反トランプ連合みたいなものを作ろうとしていろんな動きをイタリアを拠点にやってたりしてるんでお金が必要だったていうことはあるのかもしれないですよね。ですから、これ全く推測ですけども私服を肥やすというよりかはそういう運動の資金をっていうことだったんだろうというふうに推測はできますよね。これがその トランプのこの再選のロジックにこうどういう影響を与えるかということですけども、まあーへーへー距離は置いてるんで、はい、あのもうでしかも政権やめてもしばらく経ってますから、うん直接このマイナスまああのプラスってことはないと思うんですけども、はい、直接マイナスっていうことはないのかなっていう感じはしますね。まあそうするとまあトランプさんとしてはまあ今のところね何かコメントを出すとかいうこともないですけれども、そんな積極的に何か関わっていくっていう感じでもない。うん、まあ今そもそもあのトランプ大統領は非常に厳しい。 状況にあると思うんですけどもで、これで極端に厳しくなるっていうことはないですよね、やはりや今はもうやっぱコロナと、はい、それからまあ人種を巡るその騒動。 そこを中心にやっぱ選挙は推移してますんで、んこのバノンの逮捕によって、まあ、どっちかにこの大きくこのあの傾くっていうことはまあないような気がします<ー>、うん、なんかここのところは、中東の情勢だとか、うん、トランプさん、外交の方で何かアピールしようとしてるのかなと見えますけど、どうですか、ね、そうですね、UAE とそのイスラエルの件っていうのは、はい、あの確かにおっしゃられたように、国内でコロナのハンドリングと人種問題のハンドリングがこの非常にこの厳しいものがあるんで、 外交で突破口っていうような要素もあったとは思うんですけどもやっぱり,そやっぱりその外交特にやっぱりそのイスラエルと UAE の件で何か大きくその支持不支持の構図が変わるとはちょっと考えにくいっていうそれからもう一つの外交案件ではその自分の方がより中国にこの厳しいタフだっていうことは あのアピールしてますよねでアメリカ国民の中でも中国がアメリカにとって非常に大きな脅威だっていう意識は高まりつつあるんでバイデン政権にはそこは任せられないっていうのがトランプ側のストーリーですけどもそれもまあ民主党も全体としてあの中国に対して厳しくはなっているんで、はい、まあどこまで構造を変えるのかっていうと若干やっぱそこも疑問が残るかなっていう感じがしますね。ですかららトララ・ンプ大統領ととししては、はい、今あのもっぱらこのカマラハリスを任命したことにより まあ民主党の左傾化と、それからバイデン自身に対する不安をいわばこの煽ろうとしてるっていうそういう状況なんじゃないでしょうか<え>資質の部分で疑問があるぞっていうの外交とかで攻めていくっていうのよりもそこはもちろんコンスタントにやるでしょうけど、えー、そこで大きく構図が動くっていうのは、あんまり期待できないような感じがしますね。あ<ー>うん あのまあ、バイデンさんはもともとオバマ政権の副大統領でもあった、外交委員長も長く務めていた、ある意味、の昔のこう中国に対するアメリカのアプローチの仕方、うん、あの関与していた。 で、経済が発展すれば、いずれは民主化していくんだと。いうのをずっとこう支えてきた人というような評価もありますが。そこに戻るわけじゃなさそうだということですか。やっぱり2010年代半ばぐらいに、やっぱりアメリカ人の意識の中で。やっぱり中国に、その関する、その。このアプローチの仕方ってのは、やっぱ根本的に変わったんだろうと思うんですよね。で、それは今おっしゃられたような、関与していけば、時間はかかるけど、いずれ変わるっていう。そこを見直さなきゃいけないっていう、この。 認識は一気に広がってで、これは何も共和党、民主党という話ではないですね、で共和党の中にもその基本的には関与だという人たくさんいましたから、はい、でもうその何で現役から退いたような人たちは、やっぱり関与は正しかったんだということを言いますけども、まだまだこれからこの政権、この政策に携わるような人たちっていうのは、はい、基本的に民主党、共和党問わず、中国に対して厳しいという、うん、もちろん若干アプローチの違いはありますけども、うんはい、ですから、そこはやっぱり、 アメリカ人の意識にの中における中国のイメージっていうのがやっぱり根本的に変わったっていう風に考えていいんじゃないですかね。ただどういう風にタフになるかっていうのは、えー、タ,フタフになり方っていうのはいろいろあるんで、そこはやっぱりきちんと日本としても見分けていかなきゃいけないって。うもうトランプ大統領は言ってればもうトランあの。 中国共産党が本丸で、はい、もうそこと喧嘩するぞっていうことを言ってるわけですよね。ですから、そうじゃないタフになり方もあるわけであって、そこはんあのなんていうんですか、日本としても読み解いていかなきゃいけない部分なんだろうと思うんですねバイデンさんのアプローチの仕方だと、ちょっと違う可能性があるもうちょっと国際的なこの連携を重視しながら、中国がその好ましくないような、まあ、逆にわれわれにとって好ましいような秩序で、はい、中国をこの覆っていくっていうんですかね。<ー>か中国がこっちに来る余地も残しつつ はい、圧力を高めていくっていうのは、まあ、おそらく日本としてはそっちの方が乗っかりやすいんだと思うんですよ。何も日本は中国ともちろん中国の脅威っていうのは常に感じつつ、はい、それに備えていかなきゃいけないとは思うんですけども別に何もこれ殴り合いの喧嘩しようとは思ってないんでですから、まあ、バ,バイデン政権の対中政策の方がやりやすいで。ただ他方で、はい 民主党っていうのは常に中国と話そうとするんで、んうん、そこに不安はどうしても感じちゃうわけですよね。ああ何を話してるんだろうかっていう。なるほど。ですから、ある意味、トランプ政権はそれを、まあ、やってない、まあ、全然やってないわけではないですけども、えー、どちらかというと、その喧嘩をふっかけてるんで。まあ、日本としては安心しがちですけども。まあ、おそらくそんな単純な構図ではなくて、えーえー、今のトランプ政権が追求してる。 中京が本丸だっていう構図にどこまで本当に日本が乗れるんだろうかっていうことになるとそこは若干日本としても厳しいのかなっていう感じはしますよねあ、まあ,あのこう地理的に近いと近いうのも一つの確できますかそんなに見解できないと、うん、だからもちろんそれはあの大きな脅威ではあると思うんですよやっぱりこの中国のこの地域における覇権的な野望っていうのは、はい、でそれに対しては備えつつも、うん、やっぱり中国と何らかの形で この対話っていうんですかね、まあ、対話のための対話ではないんですけども、はい、我々の意思をきちっと伝えるための対話っていうんですかね、うそういうのをやっていかなきゃいけないんで、どこかで日米の間で中国に関するパーセプションというのはずれていく可能性があると思うんですけど、やっぱそこをきちんとマネージしていくことが、はい、今後の,その日米関係、日米同盟の管理のやっぱ最重要課題になっていくんじゃないですかね。えー、トランプ大統領の元側近詐欺逮捕というあたりから、えー このトランプさんの大統領選のあり方さらに日本も含めてどうだというところまでお話しいたただきました今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきまして本当にありがとうございましたこの飯田浩次の OK 工事ーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日まで朝6時から8時で生放送でお送りしています。 生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツ、エンタメなどの情報をぜひチェックしてください。ポッドキャスト y o u t u b e には盛り込んでいない情報もぜひチェックしてみてくださいね6時台の教えて早起きドクターでは毎週、お医者さんをお迎えして今知っておきたい健康に関する話題をお届けしています女優の黒木瞳さんが毎週さまざまなゲストと対談する黒木瞳の朝ナビ。 7時台は女優の羽道子さんによるラジオエッセイ羽道子のいってらっしゃい」などニュース以外のコンテンツもご用意していますさらにこの番組では公式 Twitter でも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしていますさらにもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊富士」で毎週火曜日に飯田浩二の「そこまで言うか」を連載中ですこちらもぜひチェックしてください